はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は星5配布が決定したということで、クラス別解説、エクストラ編ですね、やっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。と言ってももう星5配布は始まっているんですが、ちょっとこの動画遅いですね。ではもう早速やっていくんですが、この動画に関してはあくまで性能を踏まえた上でのお話をしていきます。会いに行きたいよっていう方に関しては会いに来てください。会いに勝るものはありません。ではもう早速やっていくんですが、もうラストエクストラクラスなんですが、この2体となっております。はい、2体です。ルーラークラスのジャンヌとムーンキャンサーの、石像さん、まあ、かっこジナコですね。この2人が、今回エクストラクラスでの配布サーバントとなっております。でまあ言っちゃなんかおかしいかもしれないんだけど、ルーラー欲しかったらジャンヌ交換してください。ムーンキャンサー欲しかったらジナコ交換してください。終わりです。という天丼の編集を、まあ、しておいた上で、まあ、性能解説していこうかなと思います。まず1人目白ジャンヌですね。白ジャンヌに関しては宝具強化が1回来ております。そしてスキル構成は第1スキルで自身に毎ターンサー獲得状態を付与、第2スキルで敵単体のサーバントの宝具威力を大ダウン、第3スキル、敵単体のサーバントを確率で行動不能にする状態を一旦付与となっております。で次宝具なんですが、宝具は味方全体に無敵状態を1ターン付与し防御力を3ターンアップ、そして毎ターン HP 回復状態を2ターン付与、オーバーチャージで効果アップの弱体を解除となっております。で、コマンドカードに関してはアーツ3枚のバスター1枚の Q1 枚っていう感じですね。でまあ正直なところジャンヌに関してはシンプルがゆえに宝具が強いってやつですね。まあもともとはスタンついていたんですが、スタンがなくなったということで、まあ宝具を打つことができる。で宝具を打つとどうなるかっていうと、無敵を張ることができる。無敵貫通じゃない限り一ターンは必ず攻撃を食らわない、強いね。でそこから防御力アップして HP 回復状態を付与してくれるということで、まあ耐久できるサーバントの筆頭かなと個人的に思ってます。でスキルに関してなんですが、正直なところそこまで強くないです。はい、第1スキルでスター獲得、これが優秀だなというのと、第2スキルは完全に死んでいて、第3スキルに関してはサーバント相手だった場合割と優秀です。ただサーバントじゃなかったらちょっとネックかなとか個人的に思ったりします。まあって言ってもサーバント単体って書いているんで、サーバントじゃない限り、この確率で、行動不能に関しては刺さらないんですけどね。まあそういう感じになっております。ということで、まあジャンヌに関してはどちらかっていうと宝具をメインで見てもらえると、まあ強さっていうのが分かるんじゃないかなと思います。でルーラークラスということもあって耐久力に関してはやっぱりお墨付きでめちゃくちゃ高いって感じですね。で、まあ、特に説明することがなくなった。次、ジナコ石像さんですね。自分石像の格好にずっとしているんですが、ジナコに関してなんですが、ムーンキャンサーの工場サーバントとなっております。でスキルに関しては第1スキルで、味方全体の NP を増やし攻撃力を3ターンアップ、毎ターンスター獲得状態を3ターン付与、第2スキル自身にターゲット集中状態を1ターン付与し非ダメージカット状態を1ターン付与、攻撃力をアップ3ターン、第3スキル味方単体に無敵状態を1ターン付与し NP 獲得量を1ターンアップ、代わりにデメリットとしてスキル封印状態を付与となっております。で、次宝具見ていくんですが、宝具に関しては敵全体の防御力をダウン3ターンしてから強力な攻撃、そして自身に無敵状態を1ターン付与の HP を回復、オーバーチャージで効果アップとなっております。でジナコに関してもまあコマンドに関してはアーツ3枚なんですが、この子はね宝具1だった場合火力が全然出ないです。はい、スキルレベル上げたとしてもやっぱ火力出ねえなと正直感じます。ただスキル構成だけ見ると普通に強いのよね。まず第一スキル NP を増やすなんですが、これスキル間にしておくと味方全体に NP20% 配ってくれます。かつ攻撃力アップスターを獲得を付与してくれるということで、仮にジナコが沈んでしまったとしても残り 2体が残っていればスター獲得してくれる、強いねっていうのがあります。で第2スキルはターゲット集中ある。でジナコに関しては体力がねすごい多めとなっております。タンクとしても使えるね。
あと砲具を撃つタイミングでターゲット集中してあげると火力が伸びるし、かつ無敵張ってるんでダメージ食らえませんっていうことにもなったりします。そういった意味でも優秀で、最悪第3スキル無敵味方に付与ということで、まあ自分は砲具を撃って守ろう、味方は無敵張って守ろう、あと一人マスタースキルとかで回避させようってやると全体砲具も対応可能、ターゲット集中使った場合単体での運用も可能ってなったりするんで、スキル構成だけ見るとあれ割と優秀じゃねって個人的に思ったりしています。ただ、さっきも言ったんですが砲具火力が低いです。まあここで攻撃力アップ2個持ってるんで、それなりに火力出てくれるかなって思うんですが、あんまり出ない。やっぱ火力ないなって思います。ただこれをちょっと逆転させて砲具レベル1でも運用しよう、第1スキルと第2スキルが攻撃バフで砲具を撃ったタイミングで防御力ダウンを入れてくれるってなった時に1ウェーブ目で運用してあげる、もしくはまあタンク要員として持ってって防御デバフとか、攻撃バフだけしてもらって、あとはターゲット集中して退場っていう運用方法もできたりするんで、わりかしこの子に関しては防具強化される未来が残ってるというのもあったりして、わりかしまあまあ使えるんじゃないかなと思います。防具1でも防具火力を除いたら結構トップレベルでスペックは高いっていう感じかな。ということで、まあいろいろエクストラクラスのお話ししてきたんですが、正直この動画に関しては、これで終わりとなります。もうさっきも言った通り、ルーラーが欲しかったらルーラージャンヌ、ムーンキャンサーが欲しかったらジナコ、このどちらかを交換してください。正直ね、優先度的なことを言った際に、まあエクストラクラスでっていう括りにするんだったらまあ白ジャンヌになるんですが、運用方法が圧倒的に違ったりするんで、まあ正直本当に好きなサーバントエクストラクラスに関しては取ってしまえばいいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。